こんにちは聞くを楽に変える慶長教育課の岩松正文です今日のテーマはよくしようとしないというお話です人から相談をされたときにそれがカウンセラーであり個人的な話であれ相談されたからには何か良くしてあげたいこう思うのが人情だと思いますそれでいろいろこちらからもお話も聞くし提案もしてあげたりすることもありますよねじゃあ 良くしてあげたいからと思って何かこちらが関わりを持ってあげたら必ず良くなるかっていうとそういうわけでもないですよね。そそそそもそももそのもののの問問題題が解決でできないああることもあります。例えば家族が亡くなって悲しいとか、ね、悲しみに今くれてる方に向かってまさか時間が解決してくれるよなんてそんなですねこう空を切るような意味のないアドバイスをする人は多分いないと思いますけども。 でも何かしらとによくはならないですよね。あるいはその悲しみは消えないと一生消えない悲しみっていうのもありますけども今一時的にどうしてもその状況から逃れられないっていう人もいますよね。これ外から見るのと中にいるのとでは感じ方が全然違うんですけども例えば非常に職場が辛いと仕事が辛いとか職場の人間関係が辛いといった場合に外から見たらそれは何かすぐに やめてしまえばいいとか休んでしまえばいいとかそんな風に簡単に見えても当の本人にとってはそれはできないということもありますですから今の時期はその悲しみや苦しみの中にいざるを得ないというねそれが永遠には続かないかもしれないけどもまあいつ終わるかわからないそういう闇のトンネルの中にいる人の話を聞くこともあるわけですよねでかと思えば ちょっとこちらが知っているノウハウを教えてあげたらそれで解決するということもあったりするわけです。でそれでどちらにしてもですね、えー、今解決できるものであろうがそうでなかろうがとにかく良くしていきたいっていう気持ちがあるのはみんな共通してるんじゃないかなというふうに思うんです。そして良くしようと思っても良くならないことが多々ある。これも皆さんがよくご存知のことなんじゃないかなと思うんですよね。でそこで今回はですね、 まあ話を聞くならというより相談を受けるならというね相談を受ける人の立場としてどういうふうに考えながら相談を受けていったらいいのかこれは日常生活でもカウンセリングをやってらっしゃる方でも共通することだと思いますのでそのことについて今日はお話をしていきたいと思いますこのようにこのチャンネルでは傾聴についての深いお話をしていきますのでよろしかったらチャンネル登録をしてくださいはいそれでですね今ここにこう 図を用意したんですけれども何の図かと言いますとまあ悩みとね元気元気と悩みの具合を縦と横に時間軸でこう書いてあるっていうことなんですけれどもプラスが元気の方ですねプラスが元気の方でマイナスが元気がない方っていうふうに一応仮定して今今今ここにクライアントさんがこの位置にねこの位置にこういる。 というこういうふうに仮定してみましょうというお話ですそれでまあカウンセリングなんかをちょっとやってる人もそうなんですけども問題を聞いたらとにかく元気にさせて行こうとしますね問題をなくそうとしますじゃあ問題がない世界って何って言ったらまあプラスのある程度の、ね、上り切ったところどうのなりたいか理想の自分は何かってこれをとっとと聞いてですね ここに向かわわせたくなるわけですよ。ですから、まあ、落ち込んでるこ人がねここにいた時にここからどうやって上に上がるかね急ぐ人もいれば、まあ、ちょっと時間かける人がいるかもしれませんどちらにしてもここですよねここのどうなりたいか理想の自分ここに向けて早く何かを提案しようとかね早くどうなりたいかを見つけようとか。 早く理想の自分を見つけさせようってこんなふうに話を聞いた経験がある方っていると思うんですよね。キャリアコンサルタントなんかも見ててもとにかくですねどうなりたいですかどうだったらいいと思いますかってねものすごいスピードで聞いてったりするんですよ。でそれがすぐにパッと出てくるようだったら、うん、それはねあのそんなに重い悩みじゃないと思うんですよね。あるいはちょっとやり取りしていく中で本人の中で気付いて動けるぐらいだったら。 そんなに重いクライアントさんじゃないと思うんですよね。だけどですね、世の中にはそんなことを言われたら重いって感じる人がいるわけですよ。もう心のエネルギーが落ちてる状態で相談をしに来てですよ。どうなりたいですか。本当はどうなれたらいいと思いますか。なんて言われたらね、もう相談する気持ちってなくなりますよね。えー、ですからこれメンタルが落ちてると。と心のエネルギーが低い状態の人にどうなりたいかなんていうのにはですね、 この図ではねこのぐらいの距離しかないんですけども実際にはものすごい果てしない距離があるんだって見えないです考える余裕すらないんですよもうここで海だとしたらここが海のね表面だとしたら窒息しそうなんですよ窒息したい人に向かってどうなりたいですかなんて聞いたって今がもう精一杯じゃないですかその今が精一杯いってことを理解しないで 先のことばっかり考えてるこうすると相談っていうのはうまくいかないということなんですよね。だから大事なのはですね話を聞く相談を受ける時にやってはいけないことはこれですねよくしようとしないってことですよくしようとしない。相談を受けるからには何かを良くしたいって思いがちですけどもよくしようとすると大体この人つらくなります。うん、もし仮に 相談をしてすぐに元気になるような人いたとしたら、その人は多分相談しなくても元気になれるぐらいの。まあまあ心のエネルギーが高い人だと思うんですよね。うん、もしかしたらこの辺にいてね。この辺にいて。ね、この辺にいてまあ普通の仲ですよ。で、こっからここに上がるぐらいだったらすぐできますね。だけど、これ落ちちゃってる人に対してね。ここをいきなり見させようってするのは無理。というよりもまあ残酷というふうに私は思うわけです。 で私自身がいつもカウンセリングするときに気をつけてるというか心がけてること最低限ですよ来ていただいたからには最低限これはやろうというふうに思っていることはここですねここを今よりも少なくても落ちない維持ができる最低限ですね今よりは落ちないと、まあ、これはいわゆるこのしのぐと 今をしのぐ今日一日をしのぐこのあと1時間をしのぐそれができない人が未来のことなんか考えられるわけないじゃないですかしのげないかどうかしのげるかどうかをちゃんと作っていったり確認してってあげないでそれよりも上のことなんて考えられないですよねまあやっぱ低い山ですよ、まあ、低い山とかも平らですよ平地が歩けない人に富士山登ろうって話してもしょうがないわけでしょう。 だから今日一日この瞬間をどうしのぐかそのためのカウンセリングあるいは相談という意識でやっていますあるいはまあしのぐのはどうにかできるぐらいのメンタルあるという方であればそれよりもう一歩進めてこれぐらいほんのちょっとですけどこれ私はこういうふうに呼びますね「ましにする」 マシにするって皆さんこの0ですよね良くも悪くもないぐらいの状態から上のことばっかり考えるわけですよどうやってこっちの上の世界に持っていこうかって違うんですよね大事なのは今とその後の比較が良くなってるか悪くなってるか例えばですけど変な例ですけど収入がものすごい高い方がこの辺にいたとしましょうとその人がですよちょっと下がったとするじゃないですか。 ちょっと下がったとしますよね。そうしたらその人のメンタルで考えたら、落ちるってわかりますよね。外の人から見たら、あなたまだ収入高いからいいんじゃないって思うかもしれないですけど、本人の気持ちとしては、もともとあったものが減ったら、それは気分が悪くなりますよね。でそれがその自分の準拠枠で相手を見ないっていう話にもなるわけですけども、大事なのはですね、ここに行ってほしいのは誰かなんですよ。 いや本人だって行けたり行きたいかもしれないけどそれまでの道のりがあまりにも険しすぎるわけですよ。目の前が茨の道なのにその先の天国のことを考えましょうって言ってもねそれ理想論としてはいいかもしれないけど現実にはできないわけですよね。そうしたら今をしのいで今をどういうふうにましにしていくかっていう視点でカウンセリングをしていかないと全然なんか夢のまた夢の話してるみたいな感じになっちゃうんですね。 だから寄り添うんじゃないです寄り添うっていうのはカウンセラーがこっちに来るってことですよ。カウンセラーはいつもこっちばっか考えてたら寄り添うってことになりませんから。ですからね、えー、この2つのこと。今をしのぐ。そしてましにする。で、私自身はそんなにこの、おなんですかね、えー、っと公的な資格を、まあ、産業カウンセラーじゃないや、キャリアコンサルタント以外のものを、まあ、ないわけですから、臨床心理士さんとか、あと、ね、公認心理士さんみたいな形で、 えっと病気を治すためのカウンセリングっていうのを主にやってるわけじゃないわけですよ。そうするともちろんこのしのぐのが必要な人これもう病気とかの方ってこういうの本当にもう,もう日々というかもうこの瞬間ですよねもう5分後1分後がしんどいっていう方がいるのは、まあ、こういうのはその臨床心理士さんとか心理士さん関係があものすごくケアされてるところだと思うんだけど僕らみたいに民間の相談を受ける。 う人間が、まあ、受けがちなのはですねママシシににすすするるとこでよ例えば公共の、ね、市役所とかあとは子育て支援施設なんかで相談を受けてらっしゃる方もそうだと思いますけど、まあ、しのぐとこのマシにすするのこのせめぎ合いですよねこの比率がちょっと変わるぐらいなもんで、えー、私はどちらかというとこちらが、まあ、多いですけどねお会いする方は、まあ、自,分自力でこちらにちゃんと来てくれてお話できるレベルの方がいるんだけど こっちじゃうんですからよくしなきゃって相談をされたからにはよくしなきゃって思ってる人がもしいるとしたら、まあ、確実にいると思うんですけども、まあ、その人はですね、まあ、かなりねえっと、ねうん、自分がやっぱり役に立ってる感が欲しいんじゃないかなって思われても仕方ないんじゃないかなって個人的には思いますね。 えー、ですからね話を聞く時っていうのは「よくしよう」じゃないですよ,よくなんかならならいんですよ。でしのいで「マしになって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 」って,って,って,ってこれ一歩ずつだん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 やってたらこっちの世界になったら自分でこうエネルギーが湧いてきたらね中からこみ上げていきますからとにかく今がしのげない人に未来の話してもしょうがないんで。 これはもうカウンセリングだろうがコーチングだろうが全部一緒ですけどもとにかく先に行き過ぎちゃってねここにこう断層ができちゃってるうー相談を受けてる人って結構いまだに見ますのでそうならないようにしていただいてこのね今目の前ですよ今目の前ここをねしのぎましにするという視点で相談を受けていくとちゃんと相談にねこの人の立場に沿った相談を受けていられるし支えになれるということです。 支えにもななってくれない人がですよ。口先だけで「そうなので、ね、大変なのね、じゃなくて本当の意味でここまで降りてきてここまで降りてきて支えになってくれてるっていう感覚がない人の話なんて聞いてくれないですからそれはやっぱりねこれしのぐましにするっていうもう本当にこう大変なぐちゃぐちゃした仲をですね一緒に寄り添いながら二2三曲で進んでいく、まあ、こういう聞き方をしていく,くとですね、まあ、結果的に良くなることが増えると。 これも絶対じゃないですよね。やっぱりこう上がったり下がったりこう、もうね、進んだり戻ったりって繰り返しですけれどもね、まあ、とにかくね、今をわしにしてしのいでいくというね、こういうことが大事だということを今日はお話をしたいと思い、この動画を撮りました。えー、それでは今日の動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さよなら。